1932年、小暮武史太夫2月17日から1967年7月10日は、日本の政治家、実業家、群馬県多額納税者、衆議院議員、参議院議員、運輸大臣、旅館業、小暮旅館主、群馬県観光協会、日本温泉協会各会長、関東いすず自動車販売社長、群馬県北群馬郡伊香保町出身、 仙台、小暮武史太夫の長男。小暮家の祖先は、武田家の維新であり、天正年間以下方に土着し、群馬切手の旧家として知られ、喧嘩唯一の金持ちと称せられていた。仙台武太夫は、慶応義塾で、福沢諭吉の訓導を受け、1890年、衆議院議員に選ばれた。1917年、慶応義塾大学リザイカを優等にて卒業。 三井銀行に勤めた。旅館業を営んだ。九百二十四年、衆議院議員に当選以来、当選八回。九百二十六年、家督を相続し、小一を改め襲名した。第一次、この絵内閣、しで原内閣で、商工政務次官を務めた。九百五十六年、群馬地方区参議院議員となり、当選二回。第二次池田内閣では、 運輸大臣を務めた。また、伊加保自動車取締役、関東イスズ自動車販売、群馬バス各社長、群馬大道銀行、群馬信用保障協会、国際観光旅館連盟、日本温泉協会各会長などを務めた。趣味は読書、旅行。宗教は仏教。俗籍は群馬県平民。住所は群馬県北群馬郡伊加保町。 1953年、ありがとうございます。